デール・ブライアン・マーフィーは元 MLB の選手。中堅種、一類種、保守。右投げ右打ち。アメリカ合衆国、オレゴン州ポートランド出身。1974年にアトランタ・ブレーブスからドラフト一巡目で指名され入団。1976年9月13日にメジャーデビュー。当初は保守だったがチームメイトに補給が困難とされる。 ナックルボーラーのフィルニークロがいたことから、また盗塁をさせなかったため1978年以後は一塁手を守ることが多くなり、1980年は外野手に転向した。1982年には MVP 打点王を獲得し、チームを地区優勝に導く。ブレイブス選手の MVP 受賞は1957年のハンク・アーロン以来で、当時のフランチャイズは、 ミルウォーキーであったため、アトランタイ展後は初めてであった。セントルイスカージナルスとの1982年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズに敗れ、ワールドシリーズ進出はならなかった。また、同年より1986年まで5年連続でゴールドグラブ賞を受賞。この5年間はいずれも半投票での選出で、MLB オールスターゲームに先発出場している。 1983年には36本類が30盗塁を記録し、30から30を達成。2年連続の打点王を獲得し、2年連続の MVP に選出された。1984年から2年連続本類打王となり、ボブホーナーと共にチームを支えた。 1981年9月26日から1986年7月8日まで740試合連続出場を記録。ブレーブスでは15年間プレーし、1901アンダー、371本類が、1143打点を挙げ、先輩のハンク・アーロン、エディマ・シューズに次ぐ、球団記録を作った。1988年には、前年の打率。 296から一気に226まで低下。1990年8月3日にフィラデルフィアフィリーズにトレードされる。1980年代半ばからずっと低迷を続けたチームは、この1990年も最下位に終わるが、翌1991年から2年連続でリーグ優勝し、ワールドシリーズ出場を果たす。 1993年4月3日に、コロラドロッキーズの創設メンバーとしてトレードされ、同年5月に引退。マーフィーのブレーブス在籍時の背番号3、アトランタブレーブスの永久欠番に1994年指定。引退の翌1994年、フルス・ブレーブスは、マーフィーの在籍時の背番号3を永久欠番に指定した。 なお現在もマーフィーが、ブレーブスの永久欠番指定選手で唯一、アメリカ野球殿堂未選出である。資格書年度は1999年からだが、最高得票が2000年の23%で、それ以降は10%台のまま最終年度の2013年を迎えたが18.9%の得票率で、殿堂入り資格を失っている。2013年の、 第3回 WBC にアメリカ代表の一類コーチとして参加する。また彼は経験なモルモン教徒であり、引退後はモルモン教の布教活動に従事した。2004年にはユタ州知事選への立候補も噂された。現在はユタ州に在住。2017年にかつて在籍したアトランタブレーブスの新球場トゥルーイストパークの 近くにレストラン、マーフエースをオープンさせている。息子のショーン・マーフィーは2008年の NFL ドラフト4巡でマイアミドルフィンズに指名された。ありがとうございます。